近鉄奈良線列車暴走追突事故。近鉄奈良線列車暴走追突事故とは1948年、昭和23年3月31日に、近畿日本鉄道、近鉄奈良線河内花園駅付近で発生した列車衝突事である。衝突が起こった地点から、花園事故、また、事故の原因となったブレーキ故障が、い駒トンネル内で発生、発覚したことから、 生駒トンネルノーブレーキ事故とも呼ばれる。近鉄奈良線の近畿日本奈良、現、近鉄奈良初上本町、現、大阪上本町駅急行電車、第712列車が、生駒トンネルを走行中に、ブレーキが効かなくなり、トンネル内からの下り坂を加速、暴走し、花園駅、現在の河内花園駅を発車しかけた前方の、上本町駅普通電車に、 70時速80キロメートルで7時51分、または52分頃に追突した。衝突した側である、急行電車の各車は、木造車であったために、衝撃で大破し、特に先頭車であったも急は、車体が半分以上前後の車両に食い込んで原型を止めず、二両目以下も、相互の連結部分を中心に、大きな破損が発生した。また、 衝突された側の普通電車は、後成車であったため大破は免れたが、それでもも急と衝突したも307は、運転台部分が潰れ、さらにも急の大枠以下が床下に潜り込んで車体が大きく持ち上がるという、精算な被害状況を呈した。この事故により、乗客、乗員合わせて49名が死亡、282名が負傷した。 戦中戦後の国士の結果、老朽状態で放置されていたブレーキホースに用いられていたゴムの劣化による破損が原因とされる。事故車両は本来非常ベンツ直通ブレーキ搭載車であり、フェール性不正確保のために自動空気ブレーキと同様の機構による非常ブレーキ装置を搭載していた。だが、戦中戦後の混乱期にはゴムなどの物資不足が原因で、 非常直通ブレーキ搭載車について、非常ブレーキ機能を殺し、そのブレーキ管を非接続とすることで、ブレーキホースの使用を接するといった危険な対策が近鉄を含む各社で横行していた。そのため、ブレーキシリンダーに直接空気圧を送って、ブレーキを動作させるための直通管、SAP 管と呼ばれる空気管の巣が破損すると、全くブレーキが効かなくなった。 また事故車には、主電動機を発電機として使用し、運動エネルギーを一旦電力に変換を、抵抗機で熱エネルギーとして放出することで減速する発電ブレーキが備わっておらず、さらには、終電装置のパンタグラフが暴走によって架線から外れてしまい、マスコンの主回路を逆転させて電動機を逆方向に回転させ、その抵抗力で減速し停車させる非常制度を、 逆転制度を使用できなかったことも被害を大きくした。その他、戦中に徴兵された年配の職員がまだ職場復帰しておらず、21歳という経験不足の運転士が電車を運転しており、事故車両が当日の奈良駅列車として使用された際に、ぬかと駅で、そして折り返しとなった、この電車でも事故直前にも近畿に本意駒、現、 生駒駅でオーバーランを起こしたにもかかわらず、問題ないと判断して、運転を継続させたことも、事故発生原因の一とされている。この当時は、近鉄のみならず各社で、整備不良、資材不足による事故が頻発しており、特に、生駒トンネルではこの事故以前に、終戦後2回も、以下のような大事故が発生していた。事故当時、電車は、どの車両も、 ほぼ満員の状態であり、それでいて、事故の規模の割には死傷者が少なかったのは、生駒トンネルを抜けた時点で運転手が異常に気づき、この先に連続下り勾配が控えていることが、乗客に周知されたこと、さらに、乗客の中に通勤途中の警察官や、国鉄職員、近鉄社員が居合わせ、乗客の動揺を沈める、衝突に備え身を伏せるなどの体制を取らせる、 各社の手動ブレーキをかける空気抵抗を増して減速させようと窓を開けるなどの可能な限りの協力を行ったことなどの要因が重なった果てであると指摘されている。事故発生地点一駅手前の氷炭酸駅では本来ならば急行が停車するはずである石切駅、氷炭酸駅より三駅手前を通過したという通報を受けたため先行して走り道駅を通過する予定であった。 準急電車を急遽退避線に入れ、ポイントを切り替えたところで問題の電車が、猛スピードで通過していったという話も残っている。事故を起こした列車は、氷炭山駅が下り勾配の最終点で、それ以降は平坦線となることから、氷炭山駅を通過した頃が最も速度を出していたと推測されているため、時速 100km 程度、もし準急電車に衝突していれば、 さらに死傷者数は増えた可能性が高いとされている。当該列車の運転手と先頭車両に合わせた近鉄社員は衝突のその時まで先頭車両から退避することなく運転席に止まり続け、運転手は顎の骨を折るなどの重傷を負い、近鉄社員はブレーキを握りしめたまま死亡した。この近鉄社員は当時存在していた高安工場の職員であったという。 事故後、事態を重く見た近鉄は、奈良線でイコマ公営分用に投入される車両について、ブレーキ装置を営動作弁による自動空気ブレーキへ統一する工事を1950年頃までに急ピッチで実施し、自動空気ブレーキであれば、最低でもブレーキ管一本が繋がっていれば機能し、仮に本事故のように各車間のブレーキ管が断裂した場合でも各車に、 搭載されたブレーキ弁がブレーキの減圧を検出、その場で非常ブレーキが作用して安全に停車できるためである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。